今中国国際航空に乗ってるんですけど、やばくないですかこれ。ビジネスクラス、まあ、これがビジネスクラスの全容なんですが、全然お客さん乗ってないんですよ。なんかね、数えたら6人しか乗ってないみたい。はあ、6人、横一列の数が6人ですよ。いや、今回はね、どうしてもジャカルタからの帰りが夜行になるんで、距離も長いんで、まずビジネスで帰りたいなと思って、でも全日空は高いから中国国際航空ということにしたんですが、こんな空いてんならビジネスにする必要なかったな。ね、別にエコノミーだって、多分、まあ、まだ見てませんけど、どうせガラガラなんだろうから、ただそれで座席上げてね、真ん中の席のところでこうゴロッと横になって寝てきゃ、まあ、楽々なんですが、まあ、でもね、ビジネスもビジネスクラスにしちゃ安いんでね、往復で10万ちょっとですから、まあまあ安いですよね。でも謎すぎるな、確かね、前日、つまり昨日帰れば、実際に2万円ぐらい安いんですよ。10万ちょっとって言いましたけど、それ最安値の話で、ね、今回一応12万ぐらい払ってるんですが、まあ、この便にすると、つまり今日にすると2万円高くなるってことは、今日の便が混んでんだろうなと思ったんですが、蓋を開けてみたらこんなガラガラですよ。でこれでいたね、この間ジャカルタに行くときはちゃんとお客さん乗って混んでたんですよ。ジャカルタに行ってるってことは、しかも帰ってくるってことなんだろうから、帰りもお客さん乗るんだろうけど、日によって需要は全然違うんですかね。この間も平日でした。今日は今日平日だよな。今日日曜か、日曜は空いてんのかな。ちなみにこの便はジャカルタ・スカルノ・ハッタ国際空港22時45分発、明朝8時とかだったと思いますけどね、なんかそんぐらいに北京首都空港に到着をする。毎日運行では確かなかったと思いますが、ともかく、1日に1本しかない中国国際航空の便です。まあ、関係ない話を一つしておきますと、今日ね、間に合うかどうか微妙だったんですが、まあ、結果的には余裕で間に合いましたけども、もしもね、乗り遅れたら、実は中国国際航空は乗り遅れても、5000円払えば、まあ、私の払ってる運賃タイプの場合は5000円払えば次の便に無料で、まあ、無料というかそれ以上のお金は取らずになんか変更してくれるらしいんですよね。ちゃんと確認してませんけど、結構親切な乗り遅れに優しい航空会社です。まあ、ところが明日の、ね、運行なかったんで、次に東京に帰れるのが明後日ということになってしまいます。長くね、ジャカルタにいなければならなくなります。もうなんか離陸するみたいなんですけど、空港自体もね、飛行機がまずそもそも少ないんで、ずいぶんなんか空いてそうですが、いやすごいな、なんかいつもこういう見え方しませんからね。離陸までもなんかずいぶん早かったし、ははは、こんなだって向こうまでいなくてね、反対側の窓にカメラ向けて撮影するなんて、うちのチャンネルでもなかなかできることじゃないですよ。はぁ、こういう見え方もあるか。これまたこうやってね、ベラベラ喋ってても、もう半径4メートルぐらいには人がいませんので、飛行機の騒音でかき消されちゃってね、もう全然関係ないでしょ。エコノミークラスがどうなってるかも見たいな。これで全然乗ってなかったら笑いますけどね。今ね、ちょっとお腹の調子が少しだけ悪いんですよ。だから、まあ、今日ちょっとどうせもう夜遅いですからね、今からご飯出てこないと思うんですが、まあ明日になってから、朝ごはん出るっていう時になって、和洋中3種類あるはずなんですけど、どの朝ごはんがいいですかって聞かれたらね、全部もらえますかとか言ったら、いや全部もらえそうですよね。食材多分余ってると思うんでね、なんならエコノミーのメニューちょっとくれませんかねとか言ったら食わしてくれるんじゃないかな。なことないかな。とにかくこれでジャカルタだと、おっと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 、なんか足がこう浮かんじゃいますね。おお、これがジャカルタの夜景ですか。おお、こんなふうにもこうベラベラ喋ってても何の影響もなし。すごいねこれ。いつも飛行機の中でリアルタイムの録音なんかほとんどやりませんけど、今日はもう問題ないですよ。乗り物にも言えることなんですけど、空いてるってのはいいことですよ。やっぱいつもね、乗り物ってのは当たり前ですが、他の人と一緒に乗りますんで、相手に対する配慮ってものをしなきゃいけないですね。でまた向こうにも配慮を当然こちら側からも求めますしね、あんまり他のお客さんを意識しないようなことをしてもらいたくないし、でも今日はそんなことする必要がない。これあ、いいねこれ。中国語じゃ何言ってるか分かんねえよって、まあ、そんなこと言ってもね、これ中国国際航空なんで中国語で喋るのは当たり前なんですけど、ちょっと待ってれば英語が出てきますから、頑張ってリスニングの練習しますか。なんつってんのかな、レディアンジェントマン、ごめん、なんかThank you for your attention しか分かんなかった本当もうちょっと聞けるんですけど、なんかこう騒音に紛れて英語のアナウンスってなると、もう全く何言ってるか分かんないですね。
まあ結局他の中国人のね動きを見て、あ、座席倒し始めたなと思ったら、それにまかなって倒したりするわけですが、だから中国国際航空ってね、基本ね、この上の、ランプ消さないんですよ。何これシートベルトサインね、まあ、消してくれりゃね、あ、これ消えたんだからさすがに倒していいだろうって分かるんだけど、消えないんで、逆にトイレとかもね、行きどころがないんですよね。これ今トイレ行っていいのかなって、これ上のランプついてるから普通ダメなんだけど、でもなんかトイレは行っていいみたいだなみたいな、こう空気を読んでいかなければな、まあ、実際にはトイレ行くタイミングはですね、あそこに赤いランプが出てますんで、あれが赤いランプであれば行っちゃダメで、あれが緑色のランプになればシートベルト着用サインがついていてもトイレ行っていいみたいですね。難しいな。いや、いいね、これ。なんだこれ。おかしいよな、これ。でですね、もう翌朝になってるんですけども、今、時刻は午前6時です。大変よく晴れております。美しい朝焼け。まだ太陽が昇ってきていないようですが、やっぱ昨日、お客さんが前の方から、機内放送とか終わった移動していいですよっていうタイミングになったら、ゾロゾロゾロっと見てやってきましてね。で、それで、結局なんか、後ろの方の方が、収集しがちなんですね。なんでしょうね。でもね、着陸が近づいてみんな元に戻りましたよ。だからまたフラブリいなくなったんですけど、そしたらまあここにね、隣の席 のクッションを置いて、そしたら頭が当たっても痛くありませんので、これでね到着するまで寝てることにします。座席は降りるときは倒していちゃいけませんのでね、ベッドの状態ではもうないんですけども、いやこれはいいわ。隣の席に人がいたらこういうこともできませんからね。いいな、いいな、いいな、いいよ、いいよ、いいよ。まだでも太陽は出てこないな。もう出てきてもいいんじゃないかと思うんですけどね。寝てようと思って、まあ、実際に寝てたんですが、見えてて、ついね、パッと起き上がってきてしまいました。あ、いいな、これ。中国版シベリア鉄道って感じですね。中国版シベリア鉄道って言うと、なんかこう、あれだな、まるでなんかパチモノみたいな感じがします。そんな、これから降りる国に対して失礼か。まあ、でも実際、パチモノが大量にあるっていうのはね、分かってるし。まあそれからシベリア鉄道もね、中国の完全な北部も、まあ、ほぼ同じようなところを走ってるわけですから、中国の国境の際をシベリア鉄道自体も走ってるしね、似たような景色になるのも当たり前です。まあ、最もここは北京の首都のすぐ周辺なわけですが、なんか首都空港の向こうにもビル群が建ってんな。結構高さの、ね、制限があるみたいですけど、同じ高さで研究施設かなんかかな。あ、こういっぱい建ってるというわけで、無事北京首都空港に着陸をいたしました。まだしませんけど、時刻は7時5分でございます。ガラガラのビジネスクラス、珍しくまたとても快適な体験をしました。どうもご視聴ありがとうございます。地上の物入れにいろいろ入れたわけなんですけど、もうねお客さんが少なすぎてガラガラですから、なんか適当に空いてるところにバカンと詰め込んで、どこに入れたか分かんないですね。まあ全部片っ端から開けてすぐ見つかると思いますけど、なんかエコノミークラスがすごい混んでたようですよ。まあよかったビジネスにしといて、結果的にね落ち着いてんだろうと思ったけど、お客さんいっぱいだ。